柏村美沙です。猫庭のパン屋さん柏村ベーカリーの娘です。将来の夢はパン屋さんです。パン屋さんになるのでパンに関すること以外勉強しなくてもいいって思うのだけど、なぜかそうもいかないんだ。はあ、でも数式の記号だけはちょっと好きかも。変わった形の菓子パンみたいに見えるから。でもあんなに難しいんじゃきっと美味しくないよ。美味しくないパンは悲しいよねって思う。趣味は新作のパンを焼くことです。でもお父さんにはいつもダメ出しされて店頭に並べてもらえたことはまだないんだ。私頑張るよ。